ジェファーソン軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地はランドリジである。2000年国勢調査での人口は44,294人だったが、2005年の推計時には48,394人にいました。軍長官は、アラン・パルミーリが務めている。隣接する、グレインチャー軍とハンブレン軍と共にモリスタウン大都市、統計地域を構成しており、 これにノックスビル、セビアビル、ラフォーレットを加えると、テネシー広域都市圏となる。国勢調査局の調査では総面積813.3平方キロで、うち709.7平方キロが陸地、総面積の12.89%に当たる106.2平方キロが水域である。2000年の国勢調査時点で、この軍には44,294人。 17,155世帯、12,608家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり62人で、平方マイルに換算すると162人となる。住居数は19,319件で、1平方キロあたりに平均27件が立っていることになる。白人が95.66%、アフリカ系が2.32%、 ネイティブアメリカンが0.31%、アジア系が0.27%、太平洋諸島系が0.04%、その他の人種が0.63%、根結が0.77%、ヒスパニックが1.33%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の 人口ピラミッド17,155世帯のうち31.0%は18歳未満の子供と暮らしており、59.9%は夫婦で生活している。9.8%は未婚の女性が接待種であり、26.5%は家族以外の住人と同居している。22.5%が一人未世帯で、8.2%を独居老人が占める。 一世帯あたりの平均構成人数は2.49人、家庭の構成人数は2.89人である。住民のうち22.9%が18歳未満の未成年、10.6%が18歳以上24歳以下、29.1%が25歳以上44歳以下、24.5%が45歳以上64歳以下、 12.9%が65歳以上となっており、平均年齢は36歳である。女性100人に対し男性が97.5人にいる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては94.0人にいる。1世帯あたりの平均収入は32,824ベードルで、家族ごとでは38,537ベードルである。 男性の平均収入は29,123米ドル、女性の平均収入は2 2 6 9ベ米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は16,841米ドルとなる。総人口の13.4%、家族の9.6%、18歳未満の子供の16.9%、 および65歳以上の老人の12.6%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。